ナンバーアイの新たなショー、イブ・サンローランの、リーブラ、フレグランスとのコラボで自由な世界観を見せる。2023年、平野紫洋、神宮寺ゆ太た、岸ゆ太によるグループナンバーアイ、ナンバーアイが、世界的なファッションブランドであるイブ・サンローランのフレグランス、リーブラの新たなコンテンツに登場し、その魅力を披露しました。 このタイアップはファッション誌、オウックジャパンの公式ウェブサイトで公開され、SNS 上で大きな話題を呼び起こしています。本校ではナンバーアイが表現したリーブラの世界観やコンテンツの魅力に迫ります。ナンバーアイとは、ナンバーアイ、ナンバーアイは2023年10月に結成された3人組のグループで、 平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんの3名で構成されています。それぞれが異なる出身地やパースゲーを持ちながら、彼らはグループとしての独自の魅力を発揮しています。この新たなユニットは、数々のファッションイベントやメディア出演を経て、その存在感を徐々に広げています。自由な世界観の具現家、イブ・サンローランのリーブラ、 ナンバーアイがリーブラというフレグランスとのコラボで表現したのは自由というテーマ。イブ・サンローランのリーブラはフランス語で自由を意味し、その名の通り自由で開かれた世界観を提案しています。この香水が表現するのは束縛から解き放たれた心の自由と新しい可能性に向けた開かれた視点です。 ナンバー・アイはこのテーマに共感し、それをビジュアルやメッセージを通じて映像化しました。公開された動画では3人が黒を貴重としたシックな装いで自由に舞い踊るようなポーズを披露しています。彼らの表現は香水が持つ香りや感覚を視覚的かつ感情的に伝えることに成功しており、視聴者はナンバー・アイ、 と、リーブラの融合から生まれる新たなエモーションに触れることができます。メッセージの奥深さ、動画から感じる自由。ナンバー・アイが発信する動画には、単なるパフォーマンス以上の深いメッセージが込められています。動画冒頭で聞こえる、自由、フリーダム、リーブラ。それは心が踊る響き。という言葉は彼らが表現したい自由の響きを表しています。 さらに、世界には、まだ見ぬ景色が広がっている。と続く一節は新しい可能性や冒険心を呼び起こし視聴者に未知の世界への探求心を刺激します。自由には無限の可能性がある。そこには、妥協も矛盾も存在しない。という言葉には制約や矛盾のない自由な状態がどれほど魅力的かが込められています。 ナンバーアイは自分らしさを大切にし妥協を許さない自由な精神を象徴しています。そして自分自身の直感を信じて迷うことなく選んだ道が正解になるように飾らず素直に自分らしくというメッセージは自分の道を切り開く勇気や自己表現の大切さを訴えかけています。SNS 上の反応自由とリーブラの共鳴 ナンバー I の新コンテンツが20日の朝に公開されると SNS 上では多くの歓喜の声が広がりました。彼らのパフォーマンスに関するコメントでは色気だだ漏れ、黒も似合うといった感想が相次ぎファンからの熱いサポートが集まりました。さらに動画で発信されたメッセージについても ナンバー・アイのスタートにぴったりの言葉、自由な香水を象徴しているというコメントが寄せられ、彼らが表現する自由とリーブラの香りが見事に共鳴していることが伺えます。ファンたちはナンバー・アイのパフォーマンスが単なる広告以上に新たな価値観や感性を提供してくれるものとして喜んでいます。ナンバー・アイとイブ・サンローランの共鳴。 ナンバー・アイ・外部イサンローランのリーブラとコラボしたこの新しいコンテンツは単なる広告やパフォーマンスに止まらず自由な精神や新たな可能性への探求心を表現しています。3人が共有するメッセージは視聴者に強く訴えかけ、香水というアートの一部として新たな感動を提供しています。 このコラボはファッションやアートが持つ力を通じて自由な発想や独自性を大切にする新たな時代の訪れを感じさせます。ナンバー・ I が表現する自由な世界観は若い世代を中心に広がる新しい価値観とも連動し、ファッション業界においても新たな機運を生み出していると言えるでしょう。 最後に、ナンバー・アイ・とイブ・サン・ローランのリーブラのコラボレーションは、ファッションとアートが融合する美しい瞬間を提供し、視聴者に感動と共感をもたらしています。この新たなショーが、ファッションとフレグランスの領域で新たな可能性を切り開くきっかけとなることを期待しています。